はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ネテテです。お久しぶりです。ということで、エヴァンゲリオンコラボ解説やっていきましょう。星4が全員耐性プラスを持っていて、ちょっとだけ優秀です。特にシンジが優秀です。で、星5は結構沼で、星6も沼です。ということで、今回も各キャラの性能と引きたい数をまとめました。今回はヤマピーガチャ込みです。ガチャの原則です。初めての人は読んでください。ランジョンキャラです。雷獣使者、雷球使者、まあ、どっちもそこまで強くないです。まあ、落ちたやつを1個持っておけばいいんじゃないぐらいの感じです。4、5、6の人はまあ弱いんで、お好みでどうぞ。今思ったけど、第6使徒はルシファーの代わりになるかもしれません。ガチャキャラ星4です。シンジがヤマピーガチャの強化で結構強くなりました。引いた分だけ残せばいいと思います。レイは便利な半減スキルで、アスカは星4なんだけど結構火力が高めです。クロレイは覚醒もスキルもいい感じです。結構採用はあるかもしれません。マリとカオルは多分使わないと思います。ガチャキャラ星5です。ミサトレイランは使うとしたら4体並べてランダンかなって感じですね。ほぼ使わないと思います。ヤマタキアスカは超覚醒なしの時の覚醒がまあまあ有用。シンジシアターはまあ武器がちょっと強いです。一応本体の火力は全体3位です。マリセレスは武器がかなり強くて、で、本体もスキルは結構強いですね。まあ割といいキャラだと思います。13号機は武器がめちゃくちゃ強くて便利です。この武器相当強いと思います。普通のミサトはなんかね、他と比べるとめちゃくちゃ弱いです。限度は確定ガチャなんですけれども、対神の貫通火力は現時点でなんとナンバーワン。結構これは買っていいと思います。まあじゃあ使うかって言われたらちょっと微妙なところはあるんですけどね。まあその辺はお任せします。ガチャキャラ星6から7です。エヴァ初号機は本体性能かなり高めです。リラスキルは周回でも使えそうだし、覚醒も非常に強い。武器はあんまり使わなさそうです。ただ、マンキーのラキストと比べるとちょっとスキルが物足りないかな。レイミルは楽しい十字パって感じなんですけど、まあ基本的にミフレで良さそう。武器は最近ね、3種耐性がまた評価されてるので、クモプラス3種耐性は強いのかなって思います。カオルカーリーは 1.5 半減の中では相当火力が高いんですけれども、指定4色はほぼ無理。武器も微妙だと思います。まあ最悪弾でもいいかなって感じがします。信じれば全体的にうまくまとめられてる感じがします。究極前はざっくり強くて、究極後はまあマシンキラーで、武器は大体リナインバースって感じですね。強いんだけどめちゃくちゃ強くはないっていう感じですね。確定ガチャは1220円の方は買った方がいいと思います。2440円の方は割と運ですね。カオリー引いちゃったら運。他の話です。信じれば強いんですけれど、まあそこまで無理するほどでもないです。ただリナインバースの武器を持っていないんだったら割とありですね。まとめです。星4は耐性プラス持ちなので結構いいかなって思います。というかまあ、シンジがめっちゃ強いです。星5は13号機がめっちゃ強くて、それ以外は使いそうなんだけど使わなさそうみたいな感じです。星6、7は強いんだけどそこまでやばくないって感じですね。まあ強いんだけどねぐらいの、まあちょびっとだけ引くのが一番良さそうなガチャかなって思います。ということで、詳しくはウェブで。それでは最後にお知らせです。今後は情報発表直後に公式を見ながら軽く喋る動画、まあ大体金曜とか土曜ぐらいにと、一週間後くらいに3分解説動画とブログ。まあ大体土曜日ぐらい。という2本立ての形で動いていこうと思ってます。頑張って作った動画がね、ヤマピーガチャでピュンってこうされるのマジきつかったので、こんな形になりました。今後ともよろしくお願いします。それでは。